はい、ご機嫌いかがでしょうか。金ごとの場でございます。今回はですね、ちょっとまあジグザグの曲ですね、新天地開闢集団ジグザグですか、合ってるのかなこれね。ジグザグのね曲を聴いていて、なんか一曲すごく気になる曲があったのでね、その曲についてこうレビューをしてみたいなと、はい、思います。でですね、私はジグザグって全然詳しくないです今、はい、本当に最近のビジュアル系知ってる方なんか教えてくださいとかってね言って教えていただいて、ジグザグをですねそれで聴いているぐらいのことで全然詳しくないんですけど、その中でね一曲気になった曲があったので、ちょっとその曲をねレビューさせていただきたいなと思います。金ごとの間、いい子いい子してっていう曲ですね、まあ、新天地開闢集団ジグザグというねバンドの曲で、VK バンドなわけでありますが、まあ、曲名を見ればねダークな曲ではないということは分かりますよね簡単に、まあ、意外にあるのかなこういうタイトルでダークな曲。トータはねいい子いい子してもっとね優しい声だな、全然うまくできないですけどから始まりますけどね、曲の流れとしては日常の一つ一つをこう描写して、早起きしたよいい子、人参食べたよいい子っていう感じでね、お母さんにこれできたよみたいな褒めてみたいな感じで温かい雰囲気の歌詞曲だなと思いました。子供目線なのかな、NHK のねみんなの歌あれで流れてても違和感ないなっていうくらい思ってね、そんな感じで聴いてたんですよね。曲も緩やかに気持ちいいテンポで、ボーカルも優しくて、まあ美琴様のね特徴的なグッとくる声自体の良さも感じられます。でちゃんとねええ声なんですけども、ふーんって聴いてたら2番に入ったくらいで少しグッとくる歌詞にこう変化していくんですよね。喧嘩しちゃったよいい子、ごめんなさいしていい子とかね、のろまだけれどいい子とか、泣き虫だけどいい子で、今日も生きたよいい子、なんかね胸にグッときますよね、そしておってなるのが自殺しないよいい子っていう歌詞が出てきて、やっぱりただの優しい曲ではないかと、まあバーッとね最初から聴いていた曲の印象とか、そう、まあ予想をねいい意味で裏切られた気持ちになりました。明日も生きるよいい子、たくさん笑うよいい子、これね、なんかいろいろな角度で聴ける曲だなと思ったんですよ。いい子いい子してっていう、まあ甘えてるような目線がね正解なんだとは思うんですけども、今日も生きたよっていう部分が聴いているうちに、今日も生きたねいい子っていう風にこう、褒めてもらっているようになこう聞こえるようになってきて、まあ私だけかもしれないんですけどね、そう受け取って聴いてもいいのかなって、思えたんですよね。ピーマン食べられたねいい子っていうね、何か一つでも何でもいいからできたことがあればそれでいいんだよ、今日も生きられたね、歯磨きもできたね、それだけで素晴らしいことなんだよっていう、なんかこう無限のね包容感というか、人間参加の、雰囲気を感じたんですよね。本当にみんなの歌で流してほしい、まあ、世の中ね自己否定とか、まあ、今の自分じゃダメとかね、焦燥感って誰しもね持っている部分があるような気がして、そういう気持ちって終わりがないんですよね。真面目な人ほどそこに陥りやすいというかね。でもね子供の頃みたいに、これできたよ、これできるようになったよ、褒めてみたいなね、どんなに小さなことであっても一つできただけでいいんだよ、そんなメッセージを感じました。まあ、この曲で言えばね、生きているだけでもいい子なんだよって、そういうメッセージ的なものもねちょっと感じたり、まあ、VK でしかもジグザグのようなねハードな曲もやるようなバンドの曲で、こんなに温かい気持ちになるなんてって思いました。でも実はこれって VK の利点なんじゃないかなと思っていて、なかなかね普通のバンド
ポップスバンドでこの感じの曲ってなかなかできないんじゃないかなと思うんですよね。そんな気がして、 VK の許容範囲の広さがこういう曲がこう生まれてくる理由なんじゃないかなっても思ったんですよね。まあそれと同時にですね、ますますジグザグというバンドに興味が出てきました。はっきり言って、まあ私さっきも言いましたけど、まだね全然ジグザグ詳しくないんですよね。めちゃくちゃ浅いんですよ。はい。でもなんかキャラクターも込みで面白いバンドだなと思ってます最近。はい。また他の曲も聴いてみたいなと思いました。まあもしねジグザグのこの曲おすすめだよとかねありましたらコメントなんかいただけると嬉しいです。はい、ということで今回はイーコイコステという曲をねレビューしてみました。まあ、また外れな言葉もしかして言ってるかもしれないんですが、はい、許してください。今回はこんなところで以上でございます。またお会いしましょう。